ッションカウンターです。やったことないタイプのミッションみたいだけど、どう違うの？それなんやけど、私から説明させてもらおう。な、何このアフロ。ほほ、鋭いね。まるでニュータイプのようだ。それで、このアフロは誰？彼はミスターガンプラ。世界で初めてプロのガンプラファイターになった人でな。ずっと前に引退したけど、今でも解説や MC で大活躍しとるんや。すごい有名人じゃない。どうしてそんな人がここにいるわけ？あ、いやいや、外見だけやから。ミスターのアバターは市販されとるし、ユーザーも要さんおるよ。要はなりきりやね。なんだ、驚いて損しちゃった。本人には及ばないが、私もそれなりにガンプラの知識はあるよ。私のことはミスターと呼んでくれ。後輩たちをサポートするのが趣味なんだ。困ったことがあったら気兼ねなく相談してくれたまえ。それなら遠慮なく。僕たちこのミッションに挑戦しようと思ってるんやけど、どう思う？なるほど、いいチョイスだ。ビギナーがなれるにはもってこいだろう。ほんまに？いや、なりきりでもミスターから褒められるのはええ気持ちやね。よっしゃ、早速出撃と行こうか。行くで。あらら、調子に乗っちゃって。
今一瞬画面が乱れんかった？なんかバグでも起こったんかな？まだベータテストだからじゃないの？気にすることでもないでしょ。それもそうやね。ほらミッション開始といくで。くらえ！外さへん。
素直やないな。強敵出現、腕が鳴るわ。バオタル、おりゃやね。やったね、バッチリだったよ。みんな、見事な戦いぶりだったね。あ、ミスター、ありがとう。あたし、大活躍だったでしょ。ああ、思い切りのいいプレイングだった。当然ね。ただ、もう少し守りを考えるべきかな。危ない場面もあったしね。分かってるってば。まだ始まったばかりだ。これからいくらでも成長していけるよ。だが、一人で強くなるだけが成長じゃない。クランとして成長していくのが大事なんだ。これから出会うかもしれない新しい仲間たちのためにもね。わかった、肝に銘じとく。ではさらばだ。今後とも精進したまえ。ん？何か気になることでもあるの？ああ、そんなこともあったっけ。まだ気にしてたの？なんや、意外と君も気にしいやねんな。
なんか親近感湧くわ。まあでも確かにちょっと気になるなあれ。けどなんで僕らに声かけてきたんやろ。初心者は他にもいっぱいおんのに。単に親切な人ってだけなんじゃない？後輩の面倒見るのが趣味って言ってたし。それだけなんかな。なんか謎な人やねミスターって。ミッションカウンターです。リン遅いな。今日はミッションに行く約束やのに。あそこにおんのって。おーいこっちやで。もう遅いでリン。僕ら結構待ったんやから。で、あれプレイヤーネームが文字化けしとるな。まあベータテスト中やしそういうこともあるか。とにかく全員揃ったことやし今日何をするかの発表やで。ズバリ対人戦や。相手のチームと直接戦うんやで。まあ今の僕らの実力ならクラン戦にも行けるかもしれへんけど。どや二人ともワクワクするんちゃう？うん。あれなんかノリ悪いな。リンならもっと乗ってくると思ったんやけど。そう？ひょっとして初めてやから不安な？意外と可愛いとかあるな。でも安心してええで。ランク分けされてるから相手も初心者や。今の僕らなら余裕しゃくしゃくやで。さ、行こうか。よし初めての対人戦や。行くで二人とも。うん。なんやリン、やっぱり元気ないな。緊張しとるの？ここは僕にドーンと任せとき。今日はなんかいける気がすんねん。
れで大丈夫。ミッションクリアだね。
い絶好調やね、リン。いつの間にそんな上達してたんや。こっそり練習でもしとった？練習？またまた、この前までのリンとは別人やで。この前？何言うとるんや。一緒にミッションしてきたやないか。何のこと？なんかおかしいで、話が噛み合ってへん気がするわ。まるでほんまに違う人と話してるみたいな。もしかして君リンじゃなかったりする？リン？わ、僕やってもうた。勘違いしてたわ。君も気づいてなかったみたいやな。機体もパイロットアバターもそっくりやし。それじゃあ君名前は？名前リン。リリン？リリンでええんかな。名前まで似てるってほんまにとんでもない偶然もあるもんやね。改めてやけど僕はアタオ。そんでもってこっちが。勘違いやったとはいえ今は仲間同士、よろしく。うん。君たちが今日の対戦相手かな。見たところまだ初心者のようだが。あれ僕の見間違いやなかったら、あの人らフリーダムフリートやない？フリーダムフリート？このゲームの中でもトップクラスのクランや。僕らみたいな初心者とマッチングするはずあらへん。で、設定が変わってる？ランクフリーバトルになっとるやん。どうやらマッチングエラーでもあったようだな。まあせっかくの機会だ、お相手しようではないか。うわ、めっちゃやる気や。こんな無理や、相手が格上すぎる。さっき任せときって言ってなかった？言うたけども。やけど。じゃあ頑張ろ。せめて最後まで聞いてよ。こうなったらやけや、当たって砕けるで。やっ、ああっ、ザッドホーン食らってみるかい。ここだ。どうだ、当たれ。これで大丈夫やな。なんと、食らってみるかい。当たれ。こういうのはどうかな。なんと、外さへん。食らってみるかい。これでどうや。当たれ。俺のパーツが。当たれ。まだ行きます。これなら。ここだ。なんと、くらえ。当たれ。せっかくメンバーに選ばれたのに。行くぞ。まだ行きます。ソロ、こういうのはどうかな。いや、どうだ。ソロ、こういうのはどうかな。やりますね。ソロ、食らっているかい。まだね。お遊びがついたか。ゾホ、当たったろ。そこや。ソロ、食らってみるかい。はっ。
ほう、初心者にしてはなかなかやるじゃないか。だが、それもここまでだ。上位クランってこんなに強かったんか。みんなごめん、初心者に毛が生えた程度やったのに調子に乗ってた。さあ、これで終わりにしようか。危ない。何や、あの光。これは遊びが過ぎたかな。くらえ。どうだ。おりゃ。くらってみるかい。くらえ。やりますね。どうだ。まわたれ。くらってみるかい。油断が過ぎたか。弾が済んだか。くらってみるかい。お遊びが済んだか。くらえ。なんだ。くらえ。おりゃ。そこ。じゃあ。行くぞ。まずい、この状況は。パーツが焦げた。そこや。直撃かよ。どう。くらえ。スキル発動。直撃かよ。押されてる。え？うっ。今のって。なんや、なんで負けたのに笑ってんねん。おかしいかね。負けた側が笑っているのは、このバトルには勝敗を度外視できるだけの価値があったということだよ。ああ、その通り。実にいいものを見せてもらった。偶然の巡り合わせだったが、今では運命すら感じているよ。ありがとう。またお相手いただきたいね。君、めっちゃすごいな。まさか君が覚醒を使えるなんて。覚醒？さては、君ら覚醒のこと知らんな。よし、僕が説明したるわ。覚醒っていうのは、覚醒はガンプラの能力を飛躍的に高める力。卓越した能力を持つプレイヤーだけが使える特別な技だよ。
フリーダムフリートの人。君、どうやって覚醒を身につけたんだい？その様子、やはりわからないか。どうすれば発動できるのかは、今でもまだ解明されていないからね。僕も動画でしか見たことなかったけど、選ばれたプレイヤーのみが使えるって話やったね。その通り。誰もが使えるものじゃない。君は特別な存在ということだ。どうだね、私のクランに入って一緒にその技を極めてみないか。ちょっと待ってください、彼はうちのクランの大事な仲間なんですよ。それは分かっているとも。だが彼にとってランクアップできるチャンスだ。悪い話ではあるまい。どうするんや。まさか。そうか、振られてしまったようだね。さすが僕の心の友や。そう言うと信じとったね。ますます君のことが気に入った。私は諦めないよ。気が変わったらいつでも声をかけてくれ。ふう、なんとか言ってくれたね。それにしても今日は災難やったわ。ちゃんと設定したはずやのにあんな相手が来るなんて。リリンもありがとうな。めっちゃ心強かったね。私、人違いって分かった時はびっくりしたけど、一緒に戦ってくれて助かったわ。まあこれもなんかの縁ってことで、また遊ぼな。うん。